サードの横、カーブを反対方向に強い打球。さあ、川上ヒット生まれています。2試合ぶりのヒット。昨日は途中出場で1打席立ちましたが、フォアボールを選んでいます。ファイターズももう残り16試合、今日終わると15試合ですけれども、それはちょっと50試合に到達するのは今年は厳しい状況。さあ、で周東がダイソーを送られましたよ今。これいやいやいや違いますか、今ベンチに帰ってお水を取りに行ってるだけですか、はい、うん、なるほどね。それはもうこれでダイソーなんてなったらもうそうですか、ということですね。びっくりですよ、ピッチャー交代の管理下がった。もう早いですね。小深田のわずかボヤのキャッチか。リプレイ検証が続いています。これ小深田のバントは、あ、審判出てきました、はい、強い打球はフェアです。さあ、これは長打になりそう。さあ、清宮も勢いよくファーストを蹴りますが、あーとととととと中継プレー少し乱れています。清宮は結局思いとどまってファーストストップ。さあ、先頭の清宮がヒット。インコースのストレート系でしょうか。そうですね、ストレートですね、うん、まあ、本当に力負けせずに、はい、やっぱこれですよね、清宮選手。バーヘーゲンが6敗目を喫して7勝6敗。さあ、で今日は千賀がどうやら、あ、ヒーローインタビューですね。うん、あれ、これもしかすると、あ、マスクを取ったんです。